パート1の I don't get it のコーナーです。トピックは Against my will。 前じゃなくても His or her or our でもいいんですけども、うん、Against 誰々の will っていう表現。はい、もう Will っていうのはね、もうこの番組で過去何回か違う使い方をいくつか紹介してるけども、はい、まあ、この文章の例で言うと、うん、What do you think it means? Against my will。 未来みたいな感じ、願いとか。未来とはちょっと関係ないんですけど、はい、その、はい、欲望、やりたいこと、はい、うん、欲望、やりたいこと、うん、If it's 自分のやりたいことに against だとに対して、なんか向かってみたいな感じ。なんかなんていうの、 against って何々、まあ、タイみたいな。だからタイっていうのは反対のタイ、うん、right? はい、so、その自分のやりたいことの反対、うん、so against my will。 My son、うん、went to Calgary、yeah. against my will。 あ、okay, what does that mean to you? 私の意に反して息子がカルガリーに行ってしまったみたいな。 Yes。この against my will っていうのは、うん、固い風に取れるかもしれないけれども、うん、普通に使えるナチュラルの言い方なので、うん、It was against my will, but he went、うん、で結構強い時に自分が本当にそう自分の will に反対されたっていう風に思う時に使う。 She made me go to the party against my will。 例えば、だからそういう自分はもう麻薬に対してもう絶対嫌なのに、うん、友達は、そういう、そういう人たちが集まるパーティーなので、うん、自分は絶対嫌って言ってたのに、うん、彼女は行かせた。But it was against my will. I didn't want to go. あ、そのもうちょっと強い意味が含まれてる。なんか前提がないとね。うん、あ、ただ行きたくないっていう感じ。ただ行きたくないのにっていう、うん、感じじゃなくて。だから will っていうのは、うん、自分の意思、意思、うん、だから結構日本語でにしても意思っていうのはすごく強い言葉でしょ。ただ単に行きたくないっていうのじゃなくて、うん、意思があるから、うん、A biography was written about him against his will。 例えば、うん、プリンセスダイアナの、うん、The biography 伝記が彼女の意に反して書かれた、うんうん、But it was against her will。本当はね、許可をもらって書くものなんだけども、例えばこういうふうにあ、うん、シチュエーションがあったとすれば、うん、Biography was written about him against his will、うん、結構 against his will は自分はすごく反対してたのに、うん、いや自分は絶対こういう本は 書いてほしくないって、うん、強く言ったのに書かれちゃったっていうような使い方。あ、なんか質問なんですけど、例えば私はもうずっと結婚したかったのに、もう未だに結婚ができないみたいな、そういう時自分のことに対してもその言葉使えるんですか？はい、使います。使える。 It's 何かが、うん、何かにすごく自分は反対してる、うん、そういうふうに使う時はある、うん、It's against my will、うん、It's against my will to、 この場合はちょっと、ね、今の、うん、例とちょっと違うんですけど、うん、It's against my will to get married、うん、私は結婚したくないないのに、うんうん、でも結婚。だからその今のシチュエーションとはちょっと、うん、あ、それはちょっ と、うん、ちょっと違う。この表現を使う、当てはまらないね。そういうのは、うん、だからなんかこう自分の信念、ウィルってのは信念だから、うんうん、だからそれに反して違うことをしなきゃいけない。だから、うん、私が何々したいっていうこと、結婚したいのにできないっていうのとはちょっと違うんだよね。だから例えば、うん、結婚したくないのにさせられた、うん、あっていうと、こういう場合は、うん、今の例文が当てはまるんだけども、うんうん、結婚したいんだけどできないっていうのは、うん、これは信念に反してることじゃなくて、うん、ただそれが起こらない、そういうことが起きないっていうだけのことだから、うん、あ、そっか、うん、自分の信念に反することっていうのは大体自分がやることじゃなくて他の人が自分にさせることやから、させることとか、まあ、自分ではこうしたくないんだけど、うん、でもどうしてもこの時に限ってはこれ、うん、やっぱりしなきゃいけないなっていう状況に置かれた時に、うん、こういう例文を使って説明できるけども、うん、結婚したいのにできないやつはただその時期がまだ来ないだけ、相手が巡り合えないだけ、だからこれは自分の意思に反してそういうことが起きてるんじゃなくて、うん、これはもう自然の流れでそういうことが起きてないだけのことだから、そういう時にはちょっと使えない、うんうん、例えばね、麻薬販売をしたくないんだけども、うん、もうお金がなくて困って、うん、今これしかないからしょうがないからやるとかじゃなくて、うん、そういう時には使えるよね。あ、自分が against my own will っていうのも、自分の、うん、again, own も入れて使える、うん、It's against my own will、うん、but しょうがないから、うん、I will do it。
あ、じゃあ毎日愛を使って自分を使って表現することもできるんですね。 It's against my own will、うん。